もしもし、あのさ、はい。人の名前言うのはいいんだけど、じゃあまずあなたがね、私の名前を聞いて、それからどうはい。するの？神様であればですね、こちらの方でご担当させていただきますので、じゃああなたの名前なんて言わないの？私は一担当でございますので、は？はい、お伝えはできかねます。そんなにやましいことやってるってことなの？答えてもいいけど、なんだ？じゃあ、あんたち話にならんわ。上の人に代わって。名は前い、も告げられ私のない方よっから。て。いや、だから名前も告げられないような人と話す気はありませんから、上の人と代わってください。あなたとじゃすい話まにせなんりが、ません。私の方から、あなたじゃ話にならないの。名前も告げもらしれもないようなし、人と話はできません。じゃあ、あなたが東京電力の社員かどうかってどうやって証明してくれるの？申し訳ございませんが、亀様かどうかいや、だからお答えできません。答えてもいいから、答えてもいいから、その個人情報とね、個人情報の使う目的で、その目的以外には絶対使用しないってことをどうやって証明してくれるの？で、あともう一つ、あなたが東京電力の社員かどうかって、私わかんないんだけど、あなたは私が株主かどうかってわかるよね、わかるかもしれないけどさ、私は、あなたが東京電力の社員かどうかって全くわかんないのよ。言ってることわかる？だから東京電力の社員であるならば、じゃあ、社内の資格は何級の、なんてランク？すみません、そういったことをお答えできかねます。じゃあ、あなたが東京電力の社員であるかどうかってどうやって証明してくれるの？申し訳ございませんが、そういったことはご案内できません。すみいや、だから証明して、証明しろっつってんの。ません、できかねます。なんでできないの？ご用件が以上でございましたら、申し訳ございませんじゃあが、いいおよ。電話切らせていただきふます。ざけんなよ。じゃあ、名前言うよ。いや、お答えできかねます。だ申かし訳ございません。ら名前言うっつってんだろ。いや、できかねます。申し訳ございません。ふざけんな、てめえ。お話が以上でしたら、申し訳ございません。お電話を切らせていただきま株主す。の名前言うっつっすいてんまだせん。ろ。失礼いたします。上司のものに変わることもございませんので、だあかりがとうらございま名す。前を言うから質問に答えろっつってんだよ。こちらの名前言うからっつって。